ははい皆さんこんこにちは渡辺です、えー、本日は前回に引き続き、正規拡大にということでお話をしたいと思います。あの前回ですね、もう次回はガロア拡大に行くという話をし最後にしたと思いますけれども、まあ、もうちょっとあ正、の、規、ー、拡大について掘り下げてから、ガロア拡大の方に行きたいと思います。ということで、えー、と以下、断りがないかぎり、老バ系をダイ数拡大としましょうと。 でそもそも、えー、積極拡大って何でしたかっていうことなんですけれども、経、え、験、ー、数の2の規約多項式 PX に対して、PX が L においてコンを持つならば、えー、PX は LX において一時期の積に分解すると。まあ、そのような時に L、L o ーバケ K を積極拡大と呼びましょうというわけでした。これ、言い換えれば、PX が L においてコンを持つんだったら、す、ま、べ、あ、てそれと強約なコン 強約、ね、な源というのがすべて L に含まれるという,のと同ということです。はい、で前回、えー、と示したのは何だったかというと、その下のセオレム1ですね。有限次拡大 LOBAK に対して以下は同値であるということで、LOBAK が正規拡大であるということと、L はある多項式、経験数多項式の Fx の最小分解体である。まあ、この2つが同値だよという話でした。 はいでえー、と今回なんですけれども、準動傾斜像の観点から正規拡大の特徴付けを与えたいと思っています。えー、とこれは、えーと、今回は正規拡大ですけれども、分離拡大のときよりもこういう議論をしました。でえー、と正規拡大もその準動傾斜像の観点から特徴付けられるよという話です。でえー、と次の定理なんですけれども、まあ、台数平方に関する定理で、まあ、これについては、ここでは証明を与えませんが、 えと興味のある方は、ゆきえ先生の本の定理323をご覧いただければと思います。L1、えー、M1K と L2、M2K をそれぞれですね K の代数拡大としましょう。そして L1 L、L2 を代数平体、シグマ、M1 から M2 を形状の同型写像とします。そうすると、代、まあ、数平方のところまでですね、えー、とシグマを、あすいません、こ,れこのとき、ファイの延長というかでも、これ、シグマの延長、シグマチルダーですね、が存在するというわけです。 はい、ですから、大数平方まで延長できますよと、まあ、そういう話です。で、まあ、これを用いて、今日の話を進めていきたいと思います。まず、えっ、ー、と、タイの拡大 F over K と、えー、L の弦 α、さらにシグマ、ホーム KLF の弦ですね。これに対して、えっ、ー、と、α をシグマで送ったシグマ α、これは α と形状共約であるというわけですね。これは何かっていうと、えっ、ー、と、まあ、結局、 えー、アルファの形状の最小多項式 PKαX をシグマで送ってあげてもシグマっていうのは、えー、形,状形状の、えー、順道傾斜像ですから PKαX のまんまなわけですね。係数、K, K, K の弦は動かしませんので。ですので PKα シグマ α というのは PKα 上付きシグマのシグマ α になって でそのシグマは外に出すことができて、シグマ PKαα になって、PKαα っていうのは、えー、PKα はァの最小多項式ですから0になります。ですので、イコール0となります。ということで、シグマ α も α、えー、の形状の最小多項式の本であるということが分かって、主張が従うというわけです。はい、で続きまして、プロポジション4ですけれども、 L の源アルファに対して以下は同値であるということで、えー、K バーの源ベータというのまあこれ大、K の代数平方ですね、の源ベータはアルファの形状の共役であるということと、あるホム系 LK バーの源、ある源シグマが存在して、シグマアルファイコールベータを満たすと。はいこれらが同値です。 でえっと、これなんですけれども、まあ、まずは1ならば2を確認しましょう。そうすると、アルファとベータ、形状共約なので、同じ最小多項式のを持つと。で、まあ、だから同じ規約多項式のコーンですから、K アルファと K ベータっていうのが、まあ、同型になって、まあ、K, K 同型でアルファをベータに移すようなものが存在します。これはもう過去にも何回もやりましたね。 でそうしますと、定理2によって、この同型写像をホーム KLK バーの原へ延長しましょうというわけですね。でそれは何かっていうと、ま,あ、まず今、えー、Kα から Kβ にこう写像があって、でさらに、えー、βK バーの原ですかこ,ここから、こいつはどこに入ってるかっていうと、そもそも K バーに入ってるわけですよね。 でそうすると今この写像こっからここに写像があってそれっていうのは、えー、Kα から K バーへの K 順道系写像ですで。そうするとこれを今度 Kα の台数平方まで伸ばすことができるんですがそれを L に制限してあげれば えっと、定2によって大数平方まで延長してあげて、それを L に制限してあげれば、まあ、あの欲しいものが得られるというわけですね。で一方で、2ならば1なんですけれども、まあ、これは先ほどの命題から従いますね。はい、ということで、協約ということをこのホムを使って、まあ、ホ o ムで移るということで特徴付けられたというわけです。でまあ、ほぼこれと一緒なんですが、まあ、こ,れもこれと同じ議論によって、 でえー、と正規拡大であることを特徴づけましょう。えー、有限次拡大、l ロバ a k に対して以下は同値であるということで、l ロバ a k はですね、えっ、ー、すみません、これ、いろいろこれ、上、直してないですね、ここ、証明ま、まあいいですか、すみません、えー、l o b バ k が有限次拡大のとき以下は同値であるということで、正規拡大であることと、ホムエ KLK バーのシグマというでがあると、まあ、まあこいつに対してシグマ L が L に含まれると。 この2つが同値であるというわけです。まず1から2ですけれども、1を仮定しますと、ホム系 LK バーの源シグマと L の源アルファに対して、先ほどあの1つ前で言った通り、アルファとシグマアルファは形状強約なわけですね。そうすると、えっと、L o ーバ r K は今、仮定から正規拡大ですから、アルファに強約な源はすべて L に含まれます。ですので、シグマアルファが L に入るということで、 結局、α は L から2に取ってきて、シグマも2に取ってきて、それでシグマ α を飛ばしたら L に含まれるわけだから、シグマ L は L に含まれるというわけです。一方で、じゃあ今度2ならば1も、えー、証明しましょうというわけなんですが、2を仮定しましょう。そうすると、2の L のアルフ α に対して、K バーのベー β を α の形状の強約としますね。 はい、でそうしますと、共約ってことは、だから同じ最小多項式の本であって、Kα から Kβ に、K 同型写像で、α を β に移すような、そういうシグマゼロというものが存在します。でこの時、えー、とき、定理に,によって、この同型写像を、ホムル l k バーの原シグマへ延長することができるというわけですね。でそうしますと、今、β っていうのは、えー、とシグマ。 アルファと一致しますね。というのは、シグマアルファというのはシグマ0アルファで、シグマ0アルファというのはベータでしたから、ベータイコロシグマアルファです。ということは、シグマアルファ、アルファは L の源だから、これはシグマアルファはシグマ L に含まれていて、シグマ L っていうのは L に含まれるという話でしたので、ベータは L に含まれます。ということで、逆も言えたというわけですね。はい。というわけで、有限次拡大 L over K に対して L、L over K が正規拡大というのは、まあ、ここに書いてある2番目の条件で特徴付けられるんだと。 というわけで、えっと、今回はです、ね、正規拡大の2ということで正規拡大をですね、えー、順同傾斜像の観点から特徴付けたというわけです。はい、というわけでこの動画はここまでにしたいと思います。